that sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion. All that good emotion. Just my kind of. 相変わらず魅力的なデニムが多いですよね。この秋冬らしいコーデを紹介したいと思います。こんにちは。今日はですね、渋谷に来てます。まあ渋谷というと今も昔も若者の街で、アラフォーとかですね、アラサーになると結構足が遠のいてくる人も多いと思うんですよね。でもまあ昔からファッションのお店も多いですし、やはり変わらず渋谷で買い物してる人っていうのも結構多いと思うんですよ。ということでですね、今日はですね、実はゲス渋谷店さんにお邪魔しようと思います。こんにちは。ここは、レディースフロアみたいで、秋冬がまあたくさんいっぱい並んでますよね。メンズフロアはですね、地下1階みたいなんで、こっち行ってみましょう。はい、ということで今日はですね、ゲス渋谷店の店長さん、有沙さん、彼女にですね、いろいろ詳しい商品のこととかですね、ちょっと教えていただきたいと思うんですが、まずですね、このゲスなんですが、アメリカの LA に本店がある世界的に有名なアパレルブランドなんですが、ひょっとすると40代50代の人の方が20代30代の人よりよく知ってるブランドかもしれないですね。というのも、このゲスはですね、1990年代の頭に日本に初上陸して人気を集めるんですが、まあいろいろですね、契約の問題とかがなんかあってですね、90年代後半に一度日本から撤退しちゃうんですよね。で、2014年に日本再上陸、ロゴブームとかがあってですね、若い子たちに中心にですね、すごい人気が再燃して現在に至るんですが、そんな日本での空白期間があったせいで、最近の若い世代には新しいブランドとして認知されてるかもしれないんですが、実は40年以上の歴史があるアパレルブランドなんですよね。はい、結構よく勉強してるでしょ。はい、ありがとうございます。多分まだ有沙さんは生まれてなかったと思うんですけど、80年代90年代当時スーパーモデルとか使ったゲスの広告キャンペーンのビジュアルって知ってます？知らないですよね。もうね、ほんとそれはもう鮮烈でめちゃくちゃかっこよかったんですよね。だから当時から知っている僕からすると、おしゃれなデニムのイメージが強いんですよね。ということでですね、まずやっぱりゲスといえば、はい、なんといってもデニムですよね。そうですね、はい、デニムで来られるお客様も多いので。ですよね、はい、今人気のモデルってどのあたりになるんですか？そうですね、はい、人気なのはこのスリムエンジェルのシリーズで、まあ、一応今3色ご用意があるんですけれども、はいはいはい、ちょっと広げていいですか？はい、ぜひ。スリムエンジェルというからには結構細身のシルエット、細身なんですけど、うん、まあ、着用していただくと、はい、結構今触っていただくとストレッチ感が、はいはい、あるので、着心地が、はい、バンバン効いてるんですよ。でもゲスって結構細身のデニムが多いイメージあるじゃないですか。そうですね、その中ではこうやってパッと見たところ、はい、そんなにすごく細くはないですよね。そうですね、そこまでのスキニーほど細さはないですね。これが細いのがスキニーというのがある。はい、こちらのシリーズがスキニーにはなっているので、はい、結構やはりこう足首につれて細めに作られている商品にはなっています。これはだいぶ細いですね。細いです。ナチュラルストレッチって書いてあるん で、 そうですね、ストレッチがやや効いてる。いやいやです。いやいや、はい、こっち結構すごく効いてましたね。はい、でこのスリムエンジェルに関しては一応3種類今ご用意があるんですけれども、うん、はい、こちらが同じシリーズで、はい、ちょっと触っていただくと、はい、先ほどのデニムとは若干違うんですよね。ちょっと温数が低いというか、はい、薄い、そうですね、軽い、はい、でちょっとストレッチがそこまでない、ないという、それともまた違うわけですね。はい、変わりますね。なので結構デニムの種類が豊富でご用意させていただいております。はい、色もレギュラーっていうことは一番普通のシルエットに近いの ね、 ね、はい、普通のストレートシルエット。あ、でもちょっとテーパードしてますね、はい、なんか股髪もちょっと深くて、一番ちょっとオーセンティックな雰囲気があるデニムですかね。でお店には何種類ぐらいデニムあるんですか？はい、今ですとだいたい20種類以上のデニムは揃っていると思います。なるほど、はい、すごい。それはシルエット、はい、カラー、加工の仕方とかがいろいろあって、はい、そうですね、って感じですか。本当にあのお客様のライフスタイルに合うような商品の種類にはなっております。今定番で人気のある商品とか、まあ、毎シーズン出ているモデルとかってあるんですか？そうですね、一応メンズだと、はい、その定番っていうのはご用意がなくて、うんうんうん、シーズンごとに種類が、そうなんです、ね、はい、変わるんですけど、はい、レディースに関しては定番でご用意させていただいているデニムもあります。なるほど、なるほど、はい、そうですか。
で今結構ほら若い子たちには太いデニムとかも人気あるじゃないですか。そうですね、はいはい、太いデニムとかのご用意もちろんあるんですよね。はい、ちょっと広げていただければこちらも結構太めのデニムに、はい、これはなんていうシルエット。あ、これすごい太いですね。はい、ほらほらすごい太い。これがさっきと同じゲスパンに近い、ゲスパンほどじゃないけど、はい、太いシルエットってやつですね。でブラックウォッシュって感じですかね。例えば年齢層にもよって選ぶものって変わってくるじゃないですか、はい、結構まあ渋谷って場所柄多分20代とかの人多いと思うんですけど、はい、結構40代50代のお客様いらっしゃいます。多いですね。あ、そうですか、はい、結構まあ若いお客様に関してはやはりスキニーが好きなお客様も多いんですけれども、はい、やはり30代以上のお客様からはゆったりめ、はい、楽ちんのやつ、本当にレギュラーのシリーズから、あとストレッチが効いているデニム、はいはいはい、でも本当にデニムが好きなお客様はやっぱ綿100のデニムなど、そうなんですね、はい、デニムがいくつかあるんですが、はい、明るいのが多いですね、まあ、なんか秋冬になるとちょっと濃くなってくるのかなと思ったりもするんですけど、はい、まあ、LA のブランドだからもうそんなの関係ないですね。そうですね。すごいですね、デニムの種類が豊富で、これデニム好きには結構たまんないですね。あれ、あとこれってなんかエコって書いてあるんですけど、はい、これってなんかちょっと変わったデニムなんですか。そうなんですよ、気づいてくれてありがとうございますあのこちらが、はい、一応エコのデニムがペットボトルとかのプラスチックを、はい、うん、再生して作られている。エコデニム。そうです、エコデニム。エコデニムなんですね、はい、ゲス自体が、うん、あのいろんな今デニムにも、はい、そういったのに注力している。うーん、価格帯ってちなみにどのぐらいなんですか。価格帯は、1万台から、まあ、2万円ぐらいまでの金額にはなっています。大人だったらちょうどいい、はい、買いやすい価格帯です ね。この秋冬おすすめのアウターとかって何かあったりしますか。はい、これはフェイクレザーですね。はい、はい、そうですね。本当結構内側にもポケットがついていて、まあ、1枚着るだけでも本当にシンプルでも本当に存在感がある、はい、あ、じゃあこれちょっと着てみますね、はい、結構着心地軽いですね。そうなんですよ。で結構後ろのバックプリントも今回のさりげないデザイン、はいはい、ゲスト刺繍に、はい、なっております。お客様ですともう本当にこういったデザインのゲスらしい、はいはい、商品が結構人気になります。やっぱ秋冬間違いないですよね。そうですね、あと軽いですよね。軽いですね。左肩にあとはワンポイントロゴのデザインに、ワンポイントロゴがあるんですね、はい、いやダウンいいですねやっぱね。あれ、こっちの黒いレザーもいいですね、はい、そうですね、一応こちらは PU レザーになってるんですけれども、うん、PU レザーなんですね、はい、ちょっとこう本革に近い、うん、軽いですね、軽いですよね、うん、ポリエステルのレザーですね、はい、店長さんに紹介していただいたので、はい、ここからはその中から何本かチョイスしてこの秋冬らしいコーデを紹介したいと思います、はい、じゃあまずはこのかなり太めのリラックスフィットのデニムを使ってコーデしてみようかなと思います。これリサイクルデニムなんですよね。はい、リサイクルコットンを使用させていただいてます、はいはいはい、色もこのくらいハードに色落ちしたものだと結構抜け感もあるので西海岸っぽいイメージでまとめる方がいいかということで、アウターにはこんなボンバージャケット風の一着はどうでしょう。インナーにはこういったシンプルなタイプのネイビー系のニットですね、合わせれば爽やかさもあってこなれ感もある冬の LA カジュアルって感じのコーデに仕上がると思います。はい、明るく色落ちしたブルーデニムにライトブラウンのボア襟ジャケットで気取らない雰囲気のアメカジコーデです。デニムのシルエットがゆったりした太めのフィットなので程よいリラックス感もあっていい意味で西海岸的な緩さがありますよね。あとこのジャケットは内側や襟がボア仕様になっているので温かみがあってほっこり感があるところも魅力。ぜひこの冬のコーデにいかがでしょうか。はい、じゃあ2体目のコーデですが、レギュラーフィットのデニムを使ってちょっとワイルドなコーデを考えてみたいと思います。ゲスのデニムの中でもかなりオーセンティックな一本で色味も当たりが強めに出たヴィンテージ感のあるタイプなので王道なんですが、アウターにはやっぱりこんなライダースがいいかなと。インナーには魚種の効いたこんなスウェットパーカーを合わせて男っぽく仕上げるのがおすすめです。ザ・バイカーといった感じの男っぽいカジュアルスタイルです。デニムもライダースジャケットもヴィンテージ風の加工が施されているので
着るだけで男らしい風格とか味のある雰囲気がにじみ出てきますよね。すごくシンプルな定番のカジュアルだと思うんですが、やっぱりアメリカのブランドはこういったものづくりの演出がうまい。こんな着こなしなら誰もが真似しやすくておしゃれな雰囲気が作れると思います。はい、じゃあ3体目なんですが、やや細身で足のラインに沿って適度にテーパードしたシルエットが特徴のこのスリムテーパードを使ってコーデしましょう。合わせるのは冬のカジュアルの定番でダウンジャケットですね。ダウンはアウトドア風のカラフルな色味のものももちろんいいんですが、大人っぽく都会的にまとめるならこんなシックなカラーリングのものが最適。インナーもダウンと同系色のこんなグレージュのスウェットを選ぶは統一感も出てきます。ブルーデニムの着こなしはあまり色を使いすぎると子供っぽいイメージになっちゃったり、やぼったいイメージになるんですよね。だからダウンジャケットなどカラフルなものが多いアイテムと合わせるときは特に注意が必要。このコーデのようにあまり色を使いすぎず、トップスで使う色数を抑えて全体をシックにまとめるのが大人っぽくおしゃれに見せるコツなんです。ダウンは切り替えデザインなんですが、これも同系色のグレー濃淡なので着こなしがまとまりやすいですね。もし着こなしがシンプルすぎるなと思ったら、こんなボディーバッグを使ってアクセントを加えるのも手ですね。はい、では最後4体目なんですが、これ1体目のコーデのデニムほどではないですが、結構色落ちしたこのスリムフィットのデニムを使っておしゃれなアメカジコーデを作ってみますね。というわけでトップスには最近また人気が上昇しているフリースのジャケットを合わせたいと思います。このフリースよく見るとペイズリー柄でさりげなくパンチありますよね。インナーはこんなデニムシャツにして全体をブルートーンでまとめると軽快感のある今時のアメカジが完成します。はい、明るいブルー系のカラーで統一したアメカジコーデいかがだったでしょうか。あくまでもブルーが基調なんですが、アウターの白ベースでインのロゴ T シャツも白なので爽快感のあるコーデに仕上がっています。あとちょっとレトロな雰囲気も今時ですよね。フリースジャケットのペイズリー柄、それに合わせてデニムシャツの味も古着っぽいムードがあってトレンド感もたっぷり。デニムはスリムなので結構細身のシルエットなんですが、ストレッチも効いているので着心地の方もバッチリです。はい、今回の動画ゲス渋谷店さんからお届けしました。冒頭にも言ったようにゲスはアメリカのブランドなんですが、いわゆるアメリカのオーセンティックなデニムとは一味違ったスタイリッシュなデニム作りで人気を集めてきたブランドですね。1980年代から90年代にかけてはヨーロッパブランドの洗練されたデニムが注目を集めた時代なんですが、その中でアメリカのデニムとして異彩を放っていたブランドの一つなんですね。日本再上陸してからはデニムだけではなくてロゴ入りのアイテムなんかで人気を集めてトータルなブランドとして認知されてきたんですが、やっぱりこうやって改めて見ても相変わらず魅力的なデニムが多いですよね。今回そのデニムに合わせたコーデもいくつか紹介したんですが、いかがだったでしょうか。皆さんもぜひこちらのお店に来てお気に入りのデニムやアイテムを探してみてはいかがでしょうか。ではまた次の動画で。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。このチャンネルは雑誌サファリが運営しています。サファリの発売は毎月25日などでぜひチェックしてください。お得な定期購読もあるので概要欄の方にリンク貼っておきますのでチェックお願いいたします。あと動画の高評価ボタン登録もお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。